お疲れ様です。まあ原動力ね、すごく大事じゃないですかね。やっぱ人間って感情の生き物って私いつも言いますけども、理論とか理屈なんてのはね、すごく簡単なんですよ。例えばこうやったら稼げますよとか、何をやったら節約できますよとか、どうこうしたら痩せますよとか、もうそれ理論理屈ってのはみんな知ってるんですよ。ただそれを手掛ける感情が生まれないんですよね。例えばお金に関して言うと、その稼げる動機が明確にあったら稼ぐはずなんですよ。それこそ寝る間を惜しんでね。でも疲れたからここまでしかできないやとかね、まあ、いわゆる、まあ、お金を稼ぐとか目的に対するその熱意っていうのかな、動機っていうのがものすごく小さいんですよね、うん、おそらく、まあ、私もそうだし吉田さんもそうかもしれませんけども、たった一人になった瞬間ってやばいと思ってがむしゃらにやるはずなんですよ。それがいろんなところに飛び火して、新しいエネルギーを巻き込んでいくんですけども、まあ、ある程度ね、うん、安定して稼げるようになると、それはそれでちょっとね、熱が冷めるっていうかね、うん、なんかここ一番っていう力がそこまで出ないのかなって気がしますね。まあ、ですからそういうことを考えたら、出る？よくわかったぞ。よくわかったか。